皆さんこんしましま、ニャンティスの新猫好きです。ウルトラ怪獣バトルブリーダーズウルバト、やっていきたいと思います。今回もですね、まだ使っていないキャラクターたちを使っていくのコーナー。それでは早速いってみましょう。はい、というわけで、今回はですねこちら、ファイアーウィンダム、デスレム、ケルビム、インペライザーで、グローザムだよね。これは、カスタムマトリックスで、フレンドさんがやっているわけなんですけれども、こういうのはちょっと、隠した方がいいのかな。まあいいや。うん。こちらの、メンツは、ウルトラマンメビウス。ということで、ね、ウルトラ必殺技もメビウムシュートへの、ね、メビウスの必殺技をセットしております。ということで、ではこれでやっていきましょう。いやー、インペライザーとかね、ちょっと太郎の話は見とったから強くしたかったな。こうなんかロボット舞台みたいな感じのを作りたかった。そうだな、今回はなんかどっちかっていうとティガとかダイナとかあたりの敵やな。ふう、じゃあ準備は整ったのでやっていきましょう。では戦闘開始。じゃあ、早速ファイアーウィンダムを、使っていこうか。こいつあれだな、メビウスの時のメビウスが降臨するときのやつに確かに出てきとったような気がするな。じゃあデスレムの攻撃。ファイヤー、地味にメルバ強いんだな。ファイヤー。では、ケルビムの、で、ウルトラマン。確かケルビムはウルトラマン Z にも出てきとったよな。で、インペライザーも進軍させて、ここに。インペライザーが HP 回復を持ってるから結構強いんだよ、その分。で、レイキバスを攻撃するぜ。グローザム強いなぁ、やっぱり。こいつもなんか復活の能力みたいなの持ってる、強いんだよね。確か俺も持ってるっちゃ持ってるけど、強くない。育てられなかったからデスレム。お、避けた。おお、やるじゃん。やったね、日産。やっちゃえか、あれは。結構、狙ってくるな。確か、このデズレムは、なんだっけ、回避率、高めれるんだったっけ。おお。なんか、ヒヤヒヤするな、ここまで来ると。キング城、インペライザーとロボット対決。しかし、インペライザーは負けていない。そうか、キング城のペダンの脅威で、かなり、強くなってるよな。え、なんか、そういう能力があるんだっけ？クローザーって。ああ、なるほどね。なんか連携みたいな感じか。デスレムがいるときに、攻撃力が、デスレムの攻撃力が下がって、クローザーの攻撃力が上がるみたいな。ちょっと、マイナス効果とまではいかんけど、ちょっと、あんまり、今は嬉しくないですよね。じゃあ、ウィンダムの攻撃が効くな。キックかい。キックなんだ。腕についてあるそのキャノ砲は飾りかね。で、スレムがやばいんで、この辺で。では、必殺。デスレムインフェルノ。おぉ。メテオを呼び始めたよ。左手がでかいってあれなんか、そういうカニいるよね。塩招きっていう。
さて、ジャキーの部分を攻撃にしていこうか。まあ、もうこれで、デスレムは、必殺技も使えたし、ね、まあ、最悪、やられても OK。インプライザーパンチ、効かねえ。効かねえ。そうか、インペライザーはあれなんだ。こう、味方の近くで待機すると、なんか、回復をするんだ。HP 回復はいいね。クローザムがそういう活躍すると、まあ、当然か。ハイアーミーラーミー強化超音波光線。なんだっけ、マケット怪獣って言うんだったっけな。ここで負けっとるよって。あー、またキングジョンの必殺技や。しかしインペライザーには効かない。そうだな、ケルビムの必殺技がキングジョーには届かない。じゃあまあ、でも待てよ、インペライザーの必殺技あんまり効かねえな。使おう。ガトリングガン。回避率がアップ。じゃあ、クローザムの必殺技をキング城に使うぜ。ヘルピアース。ちゃんとその剣は使うんですよって。ヘルビムの必殺技は、ああ、使ったらあれか。ないか。必殺火球、一丁度の火球とどう違う。ヘルビムの尻尾ってほんと長えよな。まあ、マスからはみ出てるよね、ほんと。はい、というわけで、ウルトラマンメビウスの、怪獣たちの必殺技を見ていきましたということで、まあ、ただファイアーウィンダムは見れてないから、まあ、その後でちょっと紹介しておきます。はい、というわけで、これですね、次のチームは、ゴモラ、超振動波で、キングジョーブラック、キングジョースカーレット、ファイヤーゴルザ、EX ゴムラ、このメンツ確かな、ウルトラギャラクシー大怪獣バトルだったっけ。ちょっとタイトルを確認するけど、ウルトラギャラクシー大怪獣バトル、お、なんか合ってた、合ってました、奇跡的の、チームで行ってみたいと思います。今回はちょっと割と育てられてないんだよな。まあいいや、とりあえずこれでいきます。ウルトラ必殺技は超振動波のゴモラ。ゴモラ祭りだな、すげえゴモラ祭りだな。まあ、キング城祭りでもありそうだけどね。ゴルザ、ちょっと地味でごめん。では行きましょう。まあ、ちょっとあんまり難しくないところを選んだつもりではいるけど、なんとかなるかな。そうだな、まあ、このゴモラ最後まで使ってたんだけどな、本当。よし、それじゃあやっていきましょうか。戦闘開始。 EX ゴモラが結構能力上がるんだよな。なんかウルトラマン X にも EX ゴモラって出てこなかったっけ。なん
どうしようかな。とりあえず、ゴモラは、ジャミラに一発攻撃しようか。ゴモラかっこいいんだけどね、まさか。あんまり使えなかったのが本当に悔しい。しかも回避率が高いんだよね、このゴモラって。だからかなり使いやすい。ゴモラなんだよね。すでに、リング上ブラック。必殺技。なんか力タイプに対して、攻撃力が上がるっていう、なかなか変わった能力を持ってるよね、キング・ジョー・ブラック。いやー、こいつも育てたかったな。さて、じゃあ今度はキング・ジョー・スカール。なんか、赤いあの人が乗ってそうなキング・ジョーだな。では、一撃。しかし腕がランサーっていうね、なかなか男の武器やな。ランサーでは、サワランサーって。そんなダジャレでファイナルアンサーって。さて、ゴルザの必殺。ファイヤーゴルザっていうのはなんか火山の力かなんかで強化されたっていうのをなんか、教えてもらったな。なんかずっと前に。さて、EX ゴルザが攻撃。なんかビクトリーガンダムにあんなやついたよな。ああいうタイヤで戦うなやつ。しかし EX、なんかサチコ EX でも、なんか浮かび上がりそうな。ファイヤーゴルザー、まあなんかそんな気がしてた。君がなんか、脱落しそうで。なんかもう、EX ゴーラーじゃないや、ファイヤーゴルザーリンチだな、こいつら。ね、育ててないことをいいこと。不死身なのがね、ほんと、辛い。バーキン必殺技使う？まあ一応、リーダースキルで、強化はされてるんだよな、防御と。必殺技、いや、必殺じゃない、攻撃か。強化されてるんだよな。めっちゃ上がるっていう。さて、じゃあどうしようかな。キング城の、力タイプの、味方の動力アップ、いろいろあるんだな。よし、じゃあ、プラス1にしよう。いろいろ使えて便利です。そうだな、じゃあ、こいつに一撃、必殺技を使うぜ。ペタニウムランサー。かっこいい。かっこいい。ね、なんか、フランスの、ある、なんか、騎士道が使ってる剣みたいやね。あれ何て言うんだろう。レイピア？レイピアになるのかな？まあ、どっちでもいいんだけど。バートンに攻撃を。いやー、ゴムラがかっこいいな。回避率がアップする。様々でございます。あー、一撃で倒せる。そうだな、じゃあまあいいですね。必殺技が必殺技が 見せてくんないかな。めっちゃキング城攻撃するな。あ、このキング城たちはあれなんだよな、攻撃重視みたいな感じになってるから、防御がちょっとオリジナルのキング城に劣るんだろうね。どうしようか。 EX ゴムラの必殺技も見たいけど、まあ、ここはゴモラの必殺技
せっかくだし、せっかく溜まったから、こっちの超振動波見てみようか。よし、けこっちもゴモラ、ウルトラ必殺技もゴモラ。なんか起き上がろうとしたぞ、おい。まだ撮影は終わってないんだ。はい、というわけで、こんな形で終わりましたよと。いやー、なんかゴルザには申し訳ないな。うん、まあね、この後ね、またいろいろと、見ていこうと思うんで、ね、どん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 見ていってください。さて、今日はこの辺にしたいと思います。ね、次回の、ウルトラ怪獣バトルブリーダーズウルバトの実況もね、どうか、よろしくお願いします。ね、最後まで遊び尽くすぞ。それでは、バイニャラー。はい、というわけで、じゃあさっき見れなかった必殺技ね、見ていきましょうかね。じゃあファイヤーボルト必殺技、あ、結構倒せるんだな。まあいいや、倒そう。強化超音波光線、これは敵の方でも見たかやろ。まあいいか。いいということにしておこう。さてではね、ファイヤーウィンダムの必殺技も見ていくぜ。バスターショット、ウイルスバスターもこれで一撃なことはないけどね。はい、では、続いてね、あのキングジョーブラックの必殺技もまだ見れてなかったんで、見ていきましょうかね。じゃあ行きましょう。行くぜ。ペダニウムランチャー、分離してからのボーン。なんか分離する意味があるのかどうかちょっとわかんないけど、まあ、あのエネルギーを収束させて集中させて撃ってるんだろうね。そういうことにしておくよ。さて、じゃあインピライザーのね、あのなんか決めポーズ、アピールポーズがまだ見れてなかったんで、そちらもね見ていくぜと。三連装ガトリングガン、どういうものを連想させてるんだろうか。はい、これで倒せたと。回避率がアップ。うん、でまあここまで来たから、最後はやっぱりウルトラ必殺技で決めましょう。デビウムシュート、はい、もう倒せましたね。Yeah!